はい、たくみソフトです。今回は父読を交わしてまいります。2019年11月号特集、語らざれば憂いなきに似たりです。今日はですね、ちょっと変わったところというか、あまり読語感を本来しないところから、読語感をしたいと思います。96ページなんですけども、実は父が推進している社内模型会っていう、そういうところの記事からだったんですけども、社内模型会、こういうふうに進めてくださいねっていうような、そういう案内があって、そこで、我が社こういうふうに変わりましたよっていうね、その方の寄稿を見て、読後感をしたいと思います。ちょっと一風通常ですね、模型クラブだったらこういうところあんまり読後感しないんですけど、いや今までしたことないですね。あえてちょっとこうやってみたいなと思います。でね、社内模型会っていうとやっぱり、企業ですよね。企業がやるものだと思います。私のようなフリーランスのものが社内模型会やったところで、私一人ですから、まさに今が社内模型会ですよね。一人模型会みたいな感じです。で、まあね、社内模型会やると我が社こうやって買ったよっていうことをね言われておられたんですけども、確かにね、今こう考えてみると、冷静に考えてみると、寺子屋って今ないですよね。小学校中学校ありますけど、寺子屋ってない。何を言っているんだって皆さん思うかもしれませんけど、寺子屋では人物修養、人間修養っていう修養っていうことを教えられていたようなんですよ。ところが今の小学校中学校で修養を教えないですよね。もちろん高校行っても大学行っても修養なんて科目はないはずです。だから企業がこの寺子屋を必要に感じてやるんだと私は思います。結局人間力、修養ができてない人間が集まるから、やっぱり欠けてるわけですよ。欠けてるから学ばなきゃならないわけですよね。学んでいくっていうことが必要なんだってことに気づかされた社長さんたちは、社内模型会を入れて社員教育を、いわゆる人間修養の部分を一生懸命に力を入れていかなければならない。残念ながら今の日本の教育の制度は修養という科目はないので、経営者がそれに補完するようにやらねばならないということなんでしょうね。そんなことを感じました。本当にですね、そのことによってですね、経営者と従業員の、向かう方向、ベクトルが一緒になるので、そうすることで、同じ方向を向かって、同じ目標に向かって進むことができるから、推進力が増していくわけですよ。で、同じ共通した話題を通して、自分はこう思う、私はこう考えるよっていうことをやり取りする、そういうコミュニケーションをしますから、そのコミュニケーションの中で、お互いの考え方を理解し合うことができる。で、この、社内模型会、私はやったことない、ね、わかんないんですけど、尾点凝視という手法が使われているようなんです。いわゆる、いい点だけを見て褒めるというやり方ですね。いや違う、俺はこう思う、それは間違いだっていうようなことは言っちゃいけないわけです。いわゆる否定しちゃいけないわけですね。相手を否定してはいけない。いいところを見て、いいところを褒める、いいところを伸ばすという考え方になるんだと思います。で、そういうことをやることで、お互いがお互いのいい部分を認め合い、伸ばし合うという、そういう雰囲気を社内で作っていく、そういうことになるんですね。そうすることで、通常ですね、よく日本にありがちだった会社、ね、強いリーダーがみんなを引っ張っていって、よしやるぞやるぞって、おっくわーかーっていうね、熱血のこう経営者一人が引っ張るような形から、みんながね、二つ同じところに向かって、目標に向かって進んでいき、お互いのことをお互いがお互いを補完し合って、進んでいく、まさに群れとして、強い群れができる、機能していくっていうのが大事であるという、それを実現するための社内模型会、そういうね、位置づけなんですね。そんなことを感じました。ですんでね、
今本当にね、教育での中でもっともっとこう、低い時代といいますか、幼稚園とか本当に保育園ぐらいのね、小さな時からそういう道徳って言ったらいいんでしょうか、倫理って言ったらいいんでしょうか、そういう心、人の心を扱う気持ち、思いやりとかね、そういうやっぱり学び、寺子屋的な学習っていうのが今求められてるんでしょうね。日本の過去の歴史にはね、すごいいい文化があったわけです。そして寺子屋があった時代はですね、漢字の識字率ってめちゃくちゃ高かったと聞いてます。つまり今私たちが知っているとね、漢字、いわゆる標準的に知ってればいいよって漢字の語集のレベルじゃないわけですよ。この寺子屋時代の子供たちの語集のレベルってもうとんでもないぐらいの漢字が書けたし、漢字を知ってた、読めたわけなんです。だから漢語でこうやって出てくるじゃないですか、昔の文章。あれ昔の人たちはみんな書けたんですよ。書ける人たちが多かった。今の日本人であれ書ける人ほとんどいないでしょ。よほど特殊な人しかいない。そういう世界になっちゃってるわけですよね。いや、ですのでね、本当教育というのは大事なので、この寺子屋ですね、ぜひ皆さん広めて、どんどん豊かな人生を一緒に歩めれば、そういうふうに感じたしたいです。はい、それでは今日はここまでにしたいと思います。それではまた。